日本大学東北高等学校は、福島県郡山市田村町特定寺中川原にある、日本大学付属の私立高等学校。略称、日大東北。県内最大の生徒数を誇る。全日制家庭の普通科のみで、I コースと2コースに分かれる。基本的に入試の時点で、それぞれのコースを受験することとなるが、2学年進級時に、コースの変更が可能である。 ただし、通行制の編入に関しては特定の学業条件を満たす必要がある。iPad を活用した ICT 授業が2017年に通スで導入され、2020年には i コースでも始まった。日本大学工学部とキャンパスが共通している側面もあり、全天候型のプールと武道館、相撲場は共用。 高校専用施設としては、野球部の室内練習場、F ドーム、食堂と多目的ホールを有するアカシア館、二つの単位区間を備えるほか、全教室で冷暖房が完備されている。制服は男女共にブレザーであり、ネクタイリボンの色によって、学年の区別がなされている。男子は、紺のブレザーに、水色のシャツ、女子は、紺のブレザーベストに水色のブラウスまたは、 濃紺のタータンのベストにクリーム色のブラウスの組み合わせとなっている。2018年から新制服に変更された。ありがとうございます。